ヤスルパンさん、クマありがとうございます。卵サンドさん、かわいいギフトありがとうございます。ミキヤくん、ウインクうちわありがとうございます。バイライお疲れ様でしたね。さっき1時間まるまるしました。私1時間で25万上がりました。でも疲れた。どうだろう。ウドムさん、お疲れありがとうございます。アクキー今日だけで40万上がった。でも私昨日からにかけて私もそんぐらい上げた。昨日からにかけて。大変でした。なんかメンバーの戦パワー戦力が強い順に8億突破したら広告になるみたいな書かれてあって、メンバーの中でパワーが強い3人、1位が真ん中みたいな。それ知らなかったよね多分みんな。それ狙うならさなんかすみませんでしたね。それを狙うんだったらなんかもうゲーム諦めてる方たちになんか資源をもらったらめっちゃはかどって普通に課金しなくても1位いけたなって思った。みんなの特になかったじゃん勝負だから、みんなの余ってる資源とかを集めてもうそれに集中したら余裕で1位いけたじゃんって思った。マサさん、タコありがとうございます。そう、リカちゃん人形。ヤスルパンさん、お疲れありがとうございます。どうだろう、いけたかな。めっちゃやったけど。タイピーエンさん、面白い女ありがとうございます。いけたかな。福田さんに抜かれてるかな。8億突破したらなんかパワーの強いメンバー3人が広告なんですよ。そう、どうだろう、入ってるかな。それをさっき気づいてめっちゃ急いで課金しましたちょっとメイクしよう。どれぐらい課金した？え、結構しましたよ。さっきだけで6回ぐらいしました。結構したさっきの1時間で6回ぐらいしました。だからかなりしたと思う。こんばんは。ラパンさん、お疲れありがとうございます。めっちゃした。昨日もしたし、いやそんなしてないですよ。数百円の課金なんで1回が。
5本で課金するか悩んだ。もうバンバンしましたマジで。でも800円とかなんで安いっちゃ安いけど、もういいやと思って足りんかったら課金しました。すいません、ほしいさん偉い、ありがとうございます。え、私も燃やされたよ。180円のもあるけど800円とかですよ、結構いいやつは。800円の160じゃない、800円の何個か行きました。800円のやつの方がいっぱいもらえるんですよ、 3M とか。そうだからさ、800円のやつ、なんか昨日の夜にめっちゃお得なパックあったんよ、2000何パーセントみたいな、800円の。でもスルーしたんよね、最近めっちゃ後悔した。なんか時間制限でさ、めっちゃお得なパック連れてくるんよ。でも確認したくないなと思って無視してたら、今日めっちゃするはめになったから、そんなするんだったら昨日のお得なパック買えばよかったと思って、結局今日はあんまお得じゃないやつの買ってしまった。こんばんは。昨日のお得なやつ買っときゃよかった。こんばんは。でも終わった、ルームズデイの時よりはマシだ。でもゲームイベントってさ、なんか希望制じゃなくて、なんかメンバー選ばれてるんですけど、勝手に、だから勝手に私選ばれるたびにめっちゃお金なくなっていってるわ。ショック、選ばれるたびになくなってくわマジで。もう選ばんで、ま、どういう基準でも、なんかちゃんとやってくれそうな人みたいな、あの定期的なツイート、メール、ショールーム、ゲーム、ちゃんとやってくれる人みたいな感じの選び方。ちゃんとやりすぎてしまうからマジで、ゲーム私もうダメだ。もうダメだ。七並べの、え、でも私毎回ちゃんとやってるじゃん。毎回多分メンバーで一番みたいな戦力。ルームズデイの時も全体的のあれはあれやったけど、戦力は1位だった気する。全体の。あのメンバーのね、こんばんは。ちゃんとプレイするイメージある。え、めっちゃやってるよ本当に。だから最後気合いで戦力上げられました。え、もうめっちゃ上げた。最後の1時間で25万上げました。
アクスタもらえるかな。爆上げ、そう負けず嫌い。メンバーもアクスタもらえるでしょ、200万超えてるんだから。じゃない？同じじゃない？200万超えたらって書いてるんだから、私も200万超えた。条件もクリアしたからもらえるはず。名前のアクスタ、え、応募フォームとかあるの？まだしてない。こんばんは。でも沼ですよね、課金マジで。一回しだしたらもういいやって思うもん。しかもカチカチってさするだけでさ、簡単にカチカチって iPhone だったらそれで支払い完了なんです。ひえー、足りない足りないってな。こんばんは。足りない課金だ。そう、それの繰り返しした1時間。うん、暑いね今日。もう私半袖だよ。1週間前に200いった。え、めっちゃ早いやんそれ。私今日の深夜ですよ行ったの。こんばんは。そう深夜、昨日の深夜、今日の深夜、今日の早朝、昨日の深夜か。外来お疲れ配信ね、外来お疲れ配信だよ。今日未明、そうね今日未明、そう今日未明にクリアしました。ゆきりかのタンプレ買いに行きました。マジあった。メンバーと遊べていいねって、メンバーゲーム。なんかセミ鳴いてるかと思った、気のせいかな、さすがに。冷蔵庫か、セミみたいな声聞こえた、びっくり。こんばんは。セミ早い、冷蔵庫がなんか言ってた。セミに聞こえたね、さっきセミっぽい声聞こえたんや、冷蔵庫の音。なんかセミっぽい鳴き方した、冷蔵庫が。暑いけんもうセミ来たかと思った、びっくり。
インボサボサ。雪帽子行きたい？かき氷？串がないな。今日かき氷食べました。早っ。取ってこよう。かき氷か。よいしょっと。もう半袖なんだって。そう、うん、桜とピスタチオ、へえ、そんなおしゃれなもん食べて。メイク道具探そうとかなっちゃうのより少ない。整理整頓だねって。まあそうですね。うん、うん、いやいや、爪可愛い、可愛いでしょ。誰が一番に気づくかなって思ったらいつもの。あなたね。沖さんの卒コンのグッズのハンガー、え？何それ。え、コメあった？嘘。誰？ハート。このあとどっか出かけるのって。そんな暇ないです。帰ってきたとこです。なんなら帰ってきた、ネイル行って帰ってきました。こんばんは。今日もピンクの予定で行ったのに結局水色にしたんですよね。やっぱ私も水色なのかもしれない。夜ご飯もう食べました。ミニマロさんいいね、ありがとうございます。ラブリーにしようとしたのに結局水色選んでしまった。ピンクのハートの画像を見せてこんな感じでって言ったのに、どの色にしますって選んでる時に青に変えた。ピンクのこと可愛いと思わなくなった。今日のピンクの気満々だったからピンクレス取れたんですよ。これネイルに合わせてピンクの爪にするからネイルに合わせてピンクのコーデで行ったのに結局水色にしちゃったんです。マジでピンクでするつもりだったからピンクで行ったの。ちなみにズボンもピンクで、ラブリーに潰してくるぞって思ったのに結局また青選んで、でも気に入ってる、かわいい。ピンク、ハートです。どこらで揺らいだ。なんか色選べるんですよ。最初にいろんな色が試し塗りされてるやつを見せられて、どの色にしますかみたいな番号ついてて色選べるんですけど、そこでどのピンクにしようかなって思ったら水色が気になり始めてっていう感じです。なんかサンプルがあってそこから色選ぶんですよ。
水色の誘惑に負けました。まあでもハート、え、マジでピンクにしようと思ってたんですけどね、なんかピンクを可愛いと思わなくなったんですよ。ネイルの話だけど、ネイルだけやけど、でその帰りにサンリオショップに行ったら前メロと爪合わないじゃん。これシナモンとやたらといい感じにマッチして、爪がシナモン可愛いなって思いながら、ハッピーセットのシナモン、前メロないんだよね、まだ。前メロは第2弾。シナモンに投票しますかって、私投票はしないです。爪もセンス出る、可愛いでしょ。もう仕事します、いってらっしゃい。かなおさんお疲れ、ありがとうございます。こんばんは。なんか今日はテンションが上がらない、何もないけど、クエン酸飲まなきゃ。クエン酸、心のどこかにある焦りとあ、昨日はテンション高かったですよ。あ、人間って呼んじゃった、人に会ってないからかな。そうかもしれない。夜ご飯早いです、あと糖分取ってないや。夜ご飯は昼ご飯と一緒に食べました。かき氷、かき氷、いや我慢してはないんだけど、ずっと休みだったら何日ぐらい家にこもれる、うーん、もう10日ぐらいが限界かな。外出てますよ、今日はネイル行ったんですもん、コンサートに向けて。見た目から入る。素晴らしいでしょ。
ネイル時間長そう。1時間ぐらいです。1時間ぐらい爪取れるように頑張ります。ヨロあのネイルサロンが載せてるみたいな感じで。綺麗に。カメコ？ひなさんの卒コン。こんばんは。だったはずってそんな曖昧なのか。あさって広島に乗り込みます。早い。好きなソカメラ満席。おお、それはカメ子席ですね。爪をアピールするマイクの持ち方。そうよね、昨日の公演さん。あ、でもそうやね、こうしたらダメだからこうだね。あ、何の曲がカメ子なんだろう。でも爪アピールできる投げほっぺ。はい、投げほっぺ。どの曲だと思いますか、ね、まだわかんないんだよね。なんかまだ全然完成してないから、曲順もあんまり把握してないし、投資のリハーサルまだしてないし、汗汗、まだ把握してない。カメ子どこか。爪のネイルはそう、自分で選ぶ。こんばんは。楽しみ。日曜日は桜祭りはありますからね。桜咲いててほしいな。なんかもう広島の市内とかの方は桜ないからさ、日曜に桜見れたら感動だわ。またまだ桜あったのって感動感動しちゃうわ。平和公園もうないですからね。桜祭り食べ物あるんじゃない。祭りでしょ。あるでしょ。ライブもあるし祭りだし何かあるでしょ。調べても出てこんのかな。尾道も葉桜。
ゃあ日曜のところはどうなんだろう。桜咲いてなかったらでもやだな、桜祭りで。こんばんは。秋高田だっけ、秋高田、もうすぐ木曜日になる。木曜日になったら明後日じゃん、コンサート。あ、シンクシュートの MV らへん、そうなの？あれどの辺で撮ったか分かんないんだよね、よく。よく分かんないんだよね。春夏秋冬の MV は何月頃撮ったんだっけ。桜入ってたらエモいね。11月か。庭に、校庭に桜があったら。秋高田市立小学校、なんで知ってるの。そうなんだ。秋田かったかよくわかんないな。ね、桜が咲き乱れてたらね、エモいよね。なんか校庭に、学校の運動場。こんばんは、お元気。こんばんは、久しぶりじゃん。ごきげんよう。先ほどイベントが終了しました。できてるわ。外来です。お、めっちゃいってるじゃん。1、10、100、1000万、10万、100万、え、8億6000ってこと。数えんくても普通に8億だから、8億って数えたらよかった。こんばんは。ラコンの胸行きの印象強くて、配信では静かめなのに。え、配信で騒がしくできなくない？逆に。こんばんは。クラコン、
ムードメーカー役ではないですね。ムードメーカー役ではないです。こんばんは。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。このバイライさ、戦力が強い3人ってさ、リプに出てるじゃん、同盟の。でも LINE でさ、イベントの広告ではパワーの高かったメンバー3名が広告でセンターで掲載って書いとんよ。同盟の戦力なんかな。え、でもさ、パワーの高かったメンバー3名が広告センターで掲載って書いてるよね。ね、X では総合戦力になってるけど、 LINE で来てた説明文にはこう書いてるんだよね。え、パワーの高かったメンバー3名、書き方が悪いよね。それだったらどうなんだろう、聞いてみようかな。どっちなんだい。え、クランなんかな、どうなんだろう。え、でも絶対さ、福田さんもさ、メンバーの個人のパワーだと思ってたじゃん、頑張ってたから。メンバーはそう思ってる。そうなの。私はこれを今日読んで、あ、メンバーの個人なんだと思ったんですよ。後で聞いてみよう、配信終わったら。配信終わったら聞いてみよう。ね、ちょっと言い合い。どうにかちょっと言ってみますわ。どうなんじゃ。こう書いてるんだよね。わ、反射してる。
これのスクショ送ろう。クランチ読みなんかな、どうなったら。でも私も昨日までそう思ってたんですけど、今日 LINE を読んで、あ、個人なんだと思ったんですよ。聞いてみよう。まあ配信終わったら聞いてみよう。うわ、 iPad 文字打つのが遅すぎて言い合いができないや。ここは全員出れる？え、どうなんだろう。明日結果教えてねってね。後で聞きますわ。何時まで配信しよう。こんばんは。三人が前で出れるみたいで、全員出れる。え、そうなんかね。どうだろう、それは知らない。どれだ。ね、まあ聞いてみるわ。こんばんは。
アップルもうあんまりない。それのオレンジなんか みかんとミックスになった。そうなんですよ、私これのみかんジュースが好きで毎日飲んでたじゃん。なのになくなって、なんかそうなんよ、違うやつになったの。でもあれ買ってみたらちょっと味が違ったんよね、薄いんよね、あっちの方が。私のお気に入りのオレンジジュースなくなったの。オレンジとみかんのミックスみたいなになってちょっと味が薄くなったんだよね。私の好きだったオレンジジュースだからリンゴにした。あれが好きだったのに変わったんだよね、あの濃さが好きだったのに。オレンジジュースのだからリンゴにしました。リンゴ甘くないって。え、失って改めて気づく愛。私失う前から愛あったよ、あれ買ってたもん毎日。失う前から愛してたのに。こんばんは。ポンジュースは、ポンジュースね、ポンジュースもあるっちゃあるだろうけど、ポンジュースはまた違うんだよね。このサイズ感が好きなんだよね、 450ml ちょうど一晩で飲めるぐらいの。これより少なかったら少ないし、多いと多いので、マジでこのサイズに。1年前ぐらいはカフェオーレ、このサイズのカフェオーレを毎日買ってたんですけど、サイズ一緒なんで乗り換えです。でオレンジからリンゴへ。こんばんは。推し変かって。でもいなくなったんだから仕方ないよ、オレンジは卒業したってことだよ、推しが。仕方なくいなくなったのね。いたら買うんですけど。卒業しちゃったら仕方ない、いない人を推せないもんだって。そう、実力が入っても本人じゃない。そうです、やっぱ違うんです。ドゥルルル、こんばんは。卒業なら仕方ないね。卒業してね。そうね。こんばんは。
暑いから水分補給もこまめにしてにゃんてね。もう私半袖です。こんばんは。ゆきりかが卒業してもゆきりか以上に好きだと思える人いなそうって、どうだろうね、わかんないよ。それは充電なくなった。こんばんは。暑かったね、マジで暑い。今も暑い、24度ぐらい。こんばんは。倒して推しが卒業してしまった時ショックが大きそう。でもそんなすぐには卒業しないじゃん。だからもう卒業する頃には納得できるんじゃない。納得できるよ。私も推しが卒業するってなってもそうなんだねって思うくらい。よくわからんね。推しはいっぱいいますけど、まあ、各グループに一人ですよ。だから楽しいです。こんばんは。グループごとはタワー推しですよ。グループに2人いたらダメだけど。
こんばんは。なんかそんな赤系だったっけ？って何が？髪色？髪色は変えてないけど、あれから。変えてはないです。光じゃないかな。離れたらこんなもんです。赤は入れてないですけどね。赤みのない茶色ってお願いしたので。赤みのない茶色ですけど。こんばんは。光だと思います。多分画面の色じゃないよ。だって肌の色普通じゃん。色です。電気の。まだ抜けてないと思うけどね。色も1週間2週間2週間ぐらい経ったか。みきやくんかわいい、ありがとうございますね。まだ早い。やさマゼンダが多い。どういうこと？色一緒ですよ。こんにちは。そろそろ配信終わろうかな。ですけども、イケアのショールームあんま見たことないな。お疲れー。ということで誕生日を見ます。13位、理化学研究所さん。12位、ケンさん。11位、ハルさん。10位、翼欲しいさん。9位、コロンさん。8位、ミラクールさん。7位、ミニマロンさん。6位、ひとしさん。5位、ルカさん。4位、ヤスルパンさん。3位、ミキヤくん。2位、ダイピエンさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。今日はこの後予定あるのって、マネージャーさんに LINE するぐらいです。ってことで終わります。